はい、皆さんこんにちは、ネティビのネオミです。ということで名古屋2日目って言っても昨日の夜新幹線で来て、昨日はあのお店一つだけ行って、あとはホテルでおとなしくしてたんだけど、今ね昼の11時40分、なんかね土手焼き食べに行きたいなと思って、今回何も調べないで来たのよ。ネットで検索したら一軒だけなんかね老舗っぽいんだけど昼からランチ営業やってるところがあるので、今から行ってみたいと思います。名古屋駅から徒歩10分ぐらいなんだけど、亀島なんか手振ってますね、可愛い子たちが。そう、亀島って駅から5分ぐらいかなみたいなので、ちょっと今から行ってみたいと思います。おしぼりは出ないので、この新聞紙でくるんで汚さないように巻いて食べるんだけど、まあ最終的には酔っ払って忘れちゃうよねっていう話。こちらの八幡屋さんオープンが11時半、私が入店したのが11時45分で、この時すでに12時、この時間でも店内がほぼ満席でした。っていうのも今の時代、串が1本税込み99円で食べられるなんてほんと信じられなくない？しかも食べてめっちゃ美味しいんだから最高だよね。っていうかさ、撮影していつも思うんだけど、なんでこんなキロキロしてるんだろう。
シューハイのレモンください。はい、以上でよろしいですか。はい、ありがとうございます。赤ぼて、私初めて聞いたから調べてみたんだけど、名古屋のローカルな具材らしいです。静岡でいうと静岡おでんの黒はんぺんみたいな感じかしらね。今回名古屋って生まれて初めて降りた場所なんだけど、味噌おでんとか味噌カツとか結構しょっぱそうなイメージあるじゃん。でも見た目と裏腹に意外とこう甘さとコクが引き立って美味しいのよ。すいません、はい、味噌の串カツ2本ください。味噌です。いやー、この串カツの味噌味めっちゃくちゃ美味しかった。なんか全然脂っぽくないししょっぱくないし最高。今度ね、あの味噌カツも食べてみたいなと思いました。ありがとうございます。ちょっと開けれる。
はい、ということで串カツとて焼き八幡屋さん、なんか昼の営業が終わっちゃうからシャッター閉まっちゃったんだけどね。そう、100円、税込み100円とかなんだけど、ありえない価格設定で、しかもめちゃくちゃ美味しかった。一番美味しかったのはね、味噌カツ。普段敬遠しがちなんだけど、こんなに美味しいのって思ったらおかわりしちゃったな。最高でした、まあ、とりあえず2日目の昼ここで終了します。はい、皆さん最後までご覧いただきありがとうございます。この動画がいいと感じたらチャンネル登録、高評価、またコメントもぜひぜひよろしくお願いします。次回名古屋食べ歩き第3弾をお送りいたしますので、それまで楽しみにお待ちください。それでは次回の動画でお会いしましょう。それまでまたにてー。